はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレムイフ白夜王国編第8章をやっていきたいと思います。こっから始まるのね。なんかいっぱいびっくりマークがついてるけど、マイルームはいいや。こいつリリスの神殿、ようこそおいでくださいました。食事を与え、食事ねえしすまんな、ちょっと餌持ってないんだ。餌を調達したいけど、こいつらは、あ、落とし物だ。紙、え、何、探さないといけないの。水に足をつけているだけで心が落ち着くわ。あ、これさっき見つけたのだけれども、琥珀を2個手に入れた。琥珀って何、この琥珀の湖。次回は夕方に採取できます。足湯みたいなものかな。武器屋をちょっと見てみますか。鋼鉄の剣の方が強かったかな。あ、なんでお前ここにいるんだ忍びだけではやっていけないからバイトしてんのか。 すまんな、給料出せなくて。でもな、なんか買ってってやるよ。これの方が強いからね。この雇の神ってあれかな、 FF4 でいう伝説の剣みたいな感じかな。後々エクスカリバーにパワーアップするみたいな。こうやって比べないといけないからな。回避が下がって追撃しにくいっていうところがね、すっげえ気になるんですよね。だったら威力8で追撃した方がいいんじゃないっていう。ちょっとまあ雇の神で行くか、当分は。リンカ、コンボをちょっと買ってあげるか。今何持ってるの？聖堂のコンボってことはこれか。この比較をするのにタッチして。投げ棒、射程1から2、追撃されやすい、追撃不可、まあ射程が2になるからな。威力は上がるけど命中が下がるんだな。必殺5、必殺って多分クリティカルだよな。この鋼シリーズは多分追撃しにくいんだな。威力は高いけど追撃がしにくいと悩むな。だったらって感じだよな、やっぱり。どうしても鉄の手裏剣、鉄の手裏剣は追撃しにくい。とりあえずそうすると今のままでいいのかな。アーマーキラー持ってんなこいつ。どうやって道具渡せるんだ。そういえばありがとうございます。身支度かな。鈴風、持ち物、アーマーキラー、アーマー特攻、他には弱いって。マジかよ、そういうやつかよ。途中で武器変えられんのかなこれ。これ普通の剣だよね多分。や、雇の神と同じような魔法武器、追撃不可。これ何、装備できんの。預ける交換装備。あ、装備した。え、魔法攻撃多分弱いよなるほど、これ武器は何でも装備できるのかな。こいつコンボ持ってるけど、アーマーキラー装備させてみようかな。ちょ、ここにアーマーキラーつけてよこせ。で、持ち物、あ、こいつ装備できねえや、黒くなってるわ。あー、預ける。黒くなってるのは装備できないんだやっぱり。手裏剣、手裏剣しか装備できねえな。あー、やっぱ専用の武器しかダメなんだな、きっと。流石は多分これ魔法武器だから違うと。あ、でも自分だけもしかして主人公だから。じゃ、そういうことはなかったな装備できねえわヒットポイントの薬。あ、そのヒットポイントの薬って何なの。使うと最大ヒットポイントプラス5、ショーの間だけかよ。マジか、いらねえな。そうするとこれ預けよう。ろくなアイテムがない。女神像、使うと幸運プラス4だ。こういうの使いたいんだよ。受け取る。で、女神像を使いましょう。これこういうのはね、ちょっとどんどん使っていかないともったいないですからね。ヒットポイントの薬はな、ちょっとな、なんか敵が強えって感じてきて勝てなかったらやるか。スキルってなんだ、それ。スキルって
高貴なる血統。これ何？経験値 1.2 倍。マジか、超ヒーラー。魔法封じ。戦闘後、敵の防御力。魔法防御マイナス6。ほうほうほう。鍵開け。あ、こいつなんだ。鍵開け持ってたのか。じゃあ、鈴風は鍵開け役だな。祈り。幸運パーセントで発動。え、マジで？こいつに幸運あげた方が良かったかな。まあいいや。自分のヒットポイントが2以上の時、ヒットポイントが0になるまで攻撃を受けてもヒットポイントが1残る。あ、なんだ、いらない。幸運4。魔法防御。これは霊場。周囲2マス、男性の味方が戦闘時、受けるダメージマイナス2。超いい。こいつを中心に陣形を組もう。清流の一撃。自分から攻撃したとき、その戦闘中、回避プラス30。すげえな。飛炎の一撃。追撃しやすくなるプラス5。いいね、こいつも。サイラス。高所突撃。自分が地形効果0の場所で戦闘時、与えるダメージプラス3。これもいいな。サイゾウも鍵開け持ってんだ。てか、サイゾウ仲間になったんだ。オロチ。なるほど。じゃあ行こう、次に。こっちじゃない。外に出ないといけないんだ。まあ、そのまま、8章行こうかな。そうだよね。まだレベル上げとか多分大丈夫だと思うんだよね。竹木風、8章。こりゃもうダメだってなった時にレベル上げしましょう。まあ、カジュアルで進んでるから大丈夫なのかな。これ、アンヤやろうとすると大変だな、そうすると。この階段、一体いつまで続くんだ？なんだかずっと同じところを登っているような気分だよ。頑張りましょう。ミカミックス、ここは予備の階段と呼ばれる難所。遺跡の階段は少し長いけど、もう半分くらいは登りきったはずだわ。まだ半分もあるのか？いけません。お静かに、ミカミックス様。ごめん、弱音なんて吐いて。いや。そういう意味ではなく、伏兵の気配がするんです。さっきから私たちのことを付け狙っているようですよ。マジか。かかってきなさい。そこにいることは分かっています。隠れてないで正々堂々と戦ってはどうですか。忍びが正々堂々って言うなよ。忍びは忍ぶものだろ。むしろノスフェラトゥ。人間ではなかったのですね。化け物風情が孤尺な真似を。悪いですが私たちは急いでいるんです。早速お引き取り願いますよ。うわ、勝手に出してくれるのか。アクア、サクラを頼む。分かったわ。兄様、どうか気をつけて。行くよ。鈴風、一気に片付けるぞ。せい、お任せください。ミカミックス様、せよ。でどっちかと鈴風、近距離ファイターじゃないんだけどな。かなり数が減ってきた。これならすぐに。これ多分上にカメラを向けたのはあれかな、容量削減のためかな。お、なんだ、待ってくれ。どういうことだこれは。え、どうしたのミカミックス。そんな、倒れている敵の姿がノスフェラトゥじゃない。まさかこれは風の部族の者たちだわ。なんだって、一体どうなっているんだ。誰だ。幻を見させられていたのか。ごきげんよう、ミカミックス王子。私めの幻術はお楽しみいただけましたかな。お前はマクベマクベスだけど。かわいそうに、この者たちはまさか白夜からの襲撃に遭うとは夢にも思わなかったでしょう。もっとも突然牙を剥くやり方はあなたにとっては造作もないことでしたかな。マークス様もエリーゼ様もあなたの裏切りにひどく落胆しておられた。てかお前どうやってここまで来たの。いいですか、今回はほんの挨拶程度です。白夜側に着いたからには容赦はいたしませぬので、そのおつもりで。はっはっはっは。消えた。消えた。罠だったんだわ。おそらくあいつの見せた幻覚で向こうも私たちのことをノスフェラトゥだと思い込んで攻撃を仕掛けてきたのよ。兄様、さっきの方は何者なんですか。うん、あれはアンヤ王国のマクベカッチェという男だ。
ガロン王の参謀をしていたはずが、彼にあんな力があったなんて。そう。じゃあガロン王を倒すためにはマクベカッチェとの対決は避けられないわね。そうだな。それに今回の一件で私たちは風の部族を敵に回してしまったわ。出雲公国に行くには彼らの村を通らないといけないのに、厄介なことになったわね。やるな、マクベ。キシリア様に壺を届けに行ったのか。ん？ああ、なんだ。なんか武器持ってっから何事かと思ったよ。着きました。ここが風の部族の村です。本当に正面から入るおつもりなのですか？うん。隠れたりしたらそれこそ僕らは卑怯な襲撃者だ。でも僕たちは攻撃する気も敵対する気もなかったんだ。きちんと謝って理由を話せばきっと分かってくれるよ。お前さ、人殺していいのか？人殺してさ、理由を話せば分かってくれるって。そんなにうまくいくでしょうか？本当だよ。早速お迎えが来たようですよ。ほら、あいつらだ。仲間に攻撃を仕掛けた奴らは。怪しすぎる。こいつもひどい傷を負わせやがって。絶対に許すものか。同じ目に合わせてやる。あ、殺してないんだ。いやー、待ってくれ。みんな聞いてほしい。僕たちが風の部族と戦ったことは事実だ。それは申し訳ないことだと思っている。しかしあれはアンヤ王国の仕掛けた罠だったんだ。なんだと？信用できるものか。これは困りましたね。この様子では話すら聞いてもらえそうにありませんよ。そうみたいだね。一体どうしたら。あの皆さん、ソクラ、許してください。この度は皆さんの仲間を傷つけてしまい本当にすいませんでした。でもあれは本当に罠だったんです。ソクラ様。おい、どういうことだ。サクラ様がいらっしゃるなど聞いてないぞ。ごめんなさい。どうか私たちを信じてください。あ、アクア様まで。では本当にあの者たちは罠に。てか俺の信頼度低すぎだろ。こいつらがシャシャリ出てきた途端。動揺するな。それこそアンヤの罠かもしれん。どちらにせよ我々の判断で決めることはできんのだ。烈風城にいらっしゃる族長とフーガ様のご判断がないと。え、フーガ様？ではその城に行き族長にお会いすれば話を聞いてもらえるんだね。ああ。族長がお前たちを認めるのなら私たちも態度を改めよう。だが今のお前たちは我々の敵だ。黙って通すわけにはいかん。族長に会いたければ力ずくで通ってみせるがいい。分かった。え、どういう理屈？待って、確かあの城は暴風と砂嵐に守られてるはずよ。部族のものでなければたどり着くことは困難だわ。それでも行くの、ミカミックス？うん。行こう、烈風城に。そうすることでしか僕たちの誤解は晴らせない。戦う意味もわからんし。サイラス。もういいよ、めんどくさいから。ユニット配置。一応全員出んのかな、俺。うん、そうだな。結局全員出れるじゃん。ちょっとセーブはしとこう。いやー、風の部族何なんだ一体。なぜここの者たちは私たちを攻撃してくるんだ。風の部族は中立の立場ではなかったのか。人の心は無常。たまには気が変わることだってありますよ。ええ。おや、刹那さん、砂の中を泳いで何をしているのです。助けて。リュウサにはまったの。困りましたね。私は非力ですので残念ながら助け上げることはできません。体がどんどん沈んでいく。私ここで死ぬの。嘆くことはありません。死は誰にでも平等に訪れるものですから。おい、アサマ、何をぼーっと見ているんだ。刹那も安らかな顔で沈むんじゃない。今助けてやるからな。ありがとう、ヒノカ様。毎度ヒノカ様のお手を煩わせてはた迷惑な方ですね。あはははは。なんだこいつらは。褒めてくれて嬉しいって。とにかく奴らが攻撃を仕掛けてくる以上交戦することもやむをえん。お前たち引き続き援護を頼む。はい、もちろんです。でも私は戦う手段がありませんので、もしもの時はヒノカ様が守ってくださいね。
私も。またリュウさんにはまったら助けてくださいね。分かってはいたが頼りない進化どもめ。まあいい、もともとこの者たちは前衛には向いていない。信じられるのは自分だけだ。頑張れヒノカ。早く龍馬兄様や匠と合流し、白夜に勝利をもたらすのだ。味方いっぱいいるな。富士地下部族、さっきのやつじゃん。てか一般兵だから同じか。こいつごっついやつだな。こいつは倒すの、なんか気が引けるな。あ、てか敵もいっぱいいる。フーガ、こいつ名前があるな。こいつらはなんか役に立たないって言ってたから、左からまあ攻めるか。まあ火のか。あ、こいつら何、緑ユニットか、動かせないんだな。じゃあそうしようか。これ龍脈使うと平地に変える。平地に変えるとどうなんの。あ、全然進めねえんだ。そういうことね。しょうがねえな本当に。でちょっとこいつを先に動かす。お、こいつ進める。なんでだ。きっと砂地が得意なんだな。歌って、歌って戦えるユニットみたいな。龍脈を使おう。砂漠に緑をもたらす。あ、そうか、こっから先はもうあれか、緑だから進めたってことね。倒せないか、しょうがない。折れたりしない。くらえ、加勢するよ。おーれし、レベルアップ。お、なんか竜突、竜が分からん。これね、説明書読んでもね、大して載ってないんですよね、情報が。サイラスはレベル6、7、6、2。メイドちゃんちょっと弱すぎだろう。倒せるよね。よし、け、外すなよ。僕は本気だ。くらえ。オーケー。メイドちゃんをちょっと中心に組まないといけないからね、ユニット。うわ、進めない。ちょ、先にこいつをどかさないといけないのか。で多分ね、この天魔はやっぱりな、飛んでるから地形効果とかないんだ。そういうことか、少し分かってきた。でもユニットがちょっと多すぎるんだよな、まだね、理解ができない。うわ、めっちゃ進んできたあいつら。で龍脈は大事だから、こいつ龍脈係だな完全に。とりあえずここまで進めるから、あいつがここにして一旦待機で、こいつを横につけて歌って復活、レベルアップ。でここで龍脈を使うと。あれ、これ決まってるんだ。オッケー。で進んでいくか。こいつ前衛に出すか。メイドちゃん、メイドちゃん、メイドちゃんを中心に。2マスだったからね。あれ、男性ユニットだっけ、こいつの。だからさ、ユニットの見方がわからないんだよね。ちょっと待って待って待って、通常 UI。 あ、勝手にやるってことか。そういや、そんなモードあったな。椿を出すか。え、倒せる。さあ行くよ。くらえ。僕だけ、俺ノーダメージ。こいつも、あ、そうだ、こいつはちげえんだ。オロチ、このさ、呪い師って何なの、何ができるの。これユニットの特性もね、ちょっと説明書とか特に載ってないんですよ。さくらはちょっとあれだからな。こいつソシアルナイトだから前衛に出して良さそうだな。あれ、逃げてったよ。援護するよ。すげえ、馬、馬がバク転したよ。大丈夫かお前ら。任せた。おお、天罰。
くるか。うわー、向こうも2体で組んできた。うてき、やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ、もうダメージ、やっぱ手裏剣弱えな。あー回復してきた、マジか。結構敵の AI も考えてくるな。そうするとトークとかいいし、こいつで一回減らす。ん？通常 UI 簡単に、あ、なるほどね、そういうことね、通常とか簡単とかって。これで切り替えてみるってことね。ほい。あ、そうだ、敵2体だった、忘れてた。うわ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 、危ない危ない危ない、よしよしよし、追撃は大事だな、やっぱり。よく来たな。お前たちが同胞を襲ったという一味か。あなたか、族長のフーガ様ですか。あ、こいつフーガ族長だったっけ。聞けばお前たちの中には王族の者までいるそうではないか。残念だが白夜王国は今後我々風の部族を敵に回すことになるだろう。そんな、風の部族と戦ったことは謝ります。ですがあれはアイヤ王国の罠で、ごたくなどどうでもよい。私たち、ん、私にお前たちの言うことを信じさせたいなら私と戦ってその力を証明してみせろ。卑怯なやり方だと、ん、卑怯なやり方など必要なかったと力を持って示してみるがいい。どういう理屈だ、全然わからんな。お前らの族長もよ、何を言ってるんだ。呪い師、呪い師は何ができるんだ本当に。とりあえず攻撃してみよう、倒せるから。守ってみせる。おお、魔法攻撃か、これは面白いの。お、鉄のコンボを手に入れた。こいつはめっちゃ減ってるからな、ちょっとさくらちゃんで回復させないと。うわー厳しい、全回復しない。こいつを前に出して、あ、しまった、主人公も減ってた。なんで、こいつを回復と。やばい、さくらが前線に出るとかなり危険だから、ね、サイラスに守ってもらおう。風花減ってるから鈴風あたりをここにやって。メイドどこだ、メイド、あれ、うちのメイドどこ行った、いなくなってる。あれマジメイドいなかったっけ。あ、いたいたいた。メイドは多分前線に出しすぎてもな、危険だしな。まあしょうがない、これでいくか。あ、こいつしまった、前線に出したままだった。やばい、くらい、あれちょっと強い、手裏剣より強いじゃん。やっぱあいつ歌って戦えるアイドルみたいな。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。何、弓で攻撃してきたか。うわっ、うわっ、マジや、うわっ、あいつ超厄介。なんて攻撃してくんないの。勘弁してよ、動き回るだけかよ。まずこいつをやっぱり倒すことだな。おっ、オッケー、勝負あったね。お、なんか手に入れた。で、メイドちゃん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 をここに置いて、まあ倒せないけど相性が悪いです。別にいいでしょうがない。信じて、えらい、なんだ、おっしゃー、ナイスだ。なるほどね、クリティカルはさすがに加味されてないから、倒せないと思ったとしてもクリティカルが出ればもしかしたらなんとかなると。よいしょ、何それ、こっち減ってんだ、減ってねえよ、減るのか、攻撃をすると。
でもレベルがね、やっぱ低いやつは低いから。こいつは、風花だよな、そうすると。ヒットポイントは3残るのかよ。じゃあ、リンカでちょっと一旦攻撃すっか。あ、倒せる、リンカだと。戦うしかない。おぉ。おぉ。横取りか。よしよしよし。で、こいつここに置いて、回復。レベル上がんないかーで、歌って、回復してもらおう。あれ、これって、杖の回数、戦闘が終わっても回復しない。使い捨てか、もしや。多分あと7回くらいしか使えないと思う。やばい。ストックを用意しておかないと。で、こいつは一緒にここに組んで。あいつ死にそうだな。てか、このマップ宝箱ないよね。見た感じなかったからな。下に盗賊がいる。あいつはちょっと、風花とかで任せるか。まず、鈴風の手裏剣で遠距離攻撃をして、全然減らねえな。まあいいや、反撃受けないし。いや、ノーダメージじゃん。どんだけ弱いんだ。オロチをちょっと、じゃあ増援に向かわせて、風花だな。ちょっと防塵を敷くか。そうすると速さ幸運、いやだ、いらねえな。力が上がるっていうんだったら、やばい、これマジ殺される恐れがある。椿か。そうすると椿を向かわせよう。援護します。行くぜ。くらえ。いけます。一。弱すぎだろ。で、倒せるか、これで。倒せねえのかよ。いらん、こいつは。上に行くか。弱いユニットが。やばい、こいつ殺される。うわ。やられた。日の香様、ごめんなさい。私よりもいい進化を見つけてください。え、何これ、もしかゲームオーバーってことではない。悲しすぎる音楽が流れた。うわ、いてー。2か、びっくりした。役立たずは所詮役立たずで終わってしまったか。あー、回復役がいるな。めんどくさいなこいつは。まあいいや、一体ずつ始末していくか。倒せる一発で。こっちはいけないか。どうしようかな。そうするとレベル10だしな、めっちゃ強いな。こいつ忍びだから離れて攻撃できるな。よしよしよし、サイズを強い。おお、はい、何、そうか、反撃も一マス離れて反撃してくるのか。来てない？よかった。オッケー。メイドちゃんはとりあえずここに置いておいて、で一応ここに置いて、風花がな、ヒットポイントが20しかない。桜は17しかない。いつか一撃でやられる気が来そうだな、これ。敵が強くなってきたら。こいつをぶっ倒すか。ちょっとやっぱ椿だよな。強いやつは強い。もう弱いやつは弱いってなってくな、このままだと。椿弱すぎだもん。椿じゃねえやん。これ誰だっけ、名前がわからん。レベル上がった方。鈴風だ。この3体だったらなんとかなるかな。もう下の舞台動かすのめんどくさい。来たー。心配するな。うわー、いってー。めっちゃ強そうと思ったけどそうでもない。てかさ、この2人何なの。とりあえずこの巫女はもう絶対邪魔そうだけど、
今これ後陣で倒せるよな。倒しちゃおう。大丈夫だ。で、おら、負けだ。よーし。最強のペアだこの2人。でこっからさらにこいつを攻撃すると完璧だ。守ってみせる。くらえ。ありがとう。いいね。おお、回復アイテム手に入れた。でちょっと減ってきたからさくらで回復をさせると。よしよしよし。もうリンカとかもあんまり使い物にならない。風花も使い物にならない。でいっかな、こいつは耐えきれ。で次でボコすとこいつを。これこいつとも後陣組め。トークトークってこいつと話すってこと。ちょっと話しとこう。会話。姉さん、ミカミックスどうしてここに。姉さんこそこんなところで何を。オートにいたはずじゃなかったの。ああ。だが龍馬兄様や匠が出雲公国に向かったと聞いてな。私も加勢しようと後を追うことにしたんだ。そうだったのか。だったらここで合流できてよかった。二人は今行方不明なんだよ。何。だから僕たちは足取りを追うために出雲公国に向かっているんだけど、黄泉の階段でアイヤの罠にはまって風の部族を攻撃してしまって。なるほどな。それで中立のはずの部族が私に攻撃を。ねえ、よかったら姉さんも力を貸してくんないかな。族長と話して誤解を解かないとこの村は通れないんだ。もちろんだ。大切な弟の頼みをこの私が断るわけがなかろう。ありがとう。いや、礼を言うのはこっちの方だ。よくぞ私を見つけてくれた。ああ、前衛の兵がこんなにいてなんて心強いんだ。よくわからないけど嬉しそうでよかったよ。よろしくね、日の香姉さん。お前の部下一人死んじゃったけどね。いや、はい。じゃあこいつは攻撃するか普通に。うーわ、超減る。殺されることはないと思うけど瀕死の重傷を負うなこれ。よくぞここまでたどり着いた。さあお前たちが信頼に値するかどうか私に試してみるがいい。全然会話の内容がちげえな。全然読めてなかった。あ、一応、うわ、援護はしてくれたけど、援護はしてくれたけど、やばい。どこだ、さくら、お前の力が必要だ。6から15、9か。9って書いてあったしな。できれば援護できるポジションにいたいんだけどな。サイゾー、これ、斜めって攻撃できる。よし、反撃受けない。お、削るか。俺がついている。いやお前攻撃できねえ。あれ？なるほど、そういうことか。位置取りは重要だな。ってかめっちゃサイラス上がったな。次で倒せるか。そうすると7くらいだったな。風花だと無理だろうな。あーでもあれか、サイゾーが多分攻撃してくれんのか。レベル3、レベル4。あー、メイドちゃん、メイドちゃんやっぱあげたいな。倒せる？倒せねえし。じゃあしょうがない。こいつはいけるか。アクア倒せる。死にそうになるけどまあいいや、倒せるから。こいつで終わりでしょ。龍馬様のために。待ち伏せ。マジかよ、そんなのありか。ギリギリだな。む、見事。おい、超経験値もらったし。あら、全然アクア力とか上がんないんだな。秘伝の書を手に入れた。なんかすげえ良さそうなのも持ってんな。見事であった。さすがは人痘雇の神を持つ者。お前たちの言うことは全て真実のようだな。何こいつ、はい、お前バカなの。族長バカだよこれ。風の部族に攻撃したこと本当に申し訳なく思っています。ですが僕たちはそんなことをするつもりはありませんでした。あれは本当にアンヤ王国の罠で。ああ分かっている。分かってねえだろお前。
実は私は最初からお前たちの言葉を信じていた。嘘つけ。え、どういうことですか。私はかつての白夜王スメラギの親友であった。だから奴から聞いたことがあったのだよ。人痘八頭の神の伝説を。父上かな。いかにも。お前のその持つ人痘八頭の神は炎の紋章をつなぐ鍵となるもの。もしそれが邪悪なる者の手に渡ったら世界を破滅させる力を与えることになる。スメラギはそう言っていた。だからお前が八頭の神を操るに足るものか見極めたかったのだ。試すような真似をしてすまなかった。部族の者たちにも私から事情を言って聞かせておこう。ありがとうございます。大丈夫か。お前信頼あるのか、フーガ。ではせっかくのこの烈風城まで来たのだ。ゆっくりくつろいで行ってくれ。何せ親友の息子だ。手厚くもてなさせてもらうぞ。すみません、せっかくのお申し出ありがたいのですが、僕たちは人を探している途中なので先を急がせていただきます。そうであったか、引き止めてしまって悪かった。名残惜しいが積もる話は次の楽しみとしておこう。いやー、フーガーちょっと頭悪いなこいつ。無事に村を通り抜けられたよね。ええ、風の部族の族長の頭が悪かったからだなこれは。風の部族の誤解が解けてよかったわ。ねえアクア、さっきフーガ様の話だけど、炎の紋章っていうのは一体何なんだろうね。わからないわ。けれど彼は紋章をつなぐと言っていた。つなぐというからには紋章は複数あるということになるわ。だとしたら八頭の神以外にも強い力を持った神器が存在するということ。私たちの敵に回る者がそれを手にしないといいのだけれど。そうだね。八頭の神の伝説、まだわからないことばかりだ。いつかこの謎がすべてわかる日が来るのかな。そうね、きっと来るわ。そう信じて戦いましょう。うん。って、あれ、向こうから走ってくるのフーガ様じゃないか。待ってくれミガミックス。やっぱりフーガ様、どうされたのですか。間に合ってよかったぞ。人を探しているのであれば戦力がいるかと思ってな。よければこいつを連れて行ってくれ。我が烈風城の優秀な呪い師だ。呪い師いるんだけど、子供。子供ではない。私はつくよみだ。見た目で判断するでないぞ。この者は風の部族でも類稀な秘術の才能を持っている。つくよみの操る術はきっとお前たちの助けになるだろう。この私を連れて行けるなどお前たちは運がいい。他ならぬ族長の頼みなので特別に力を貸してやるから感謝しろ。ありがとう。つくよみ、これからよろしくね。めでたいな。これで念願の旅ができるぞつくよみ。え、旅。ああ。つくよみはずっとこの村を出て外の世界が見たいと言っていたな。何せこの者は一度も村から出たことがない。尊大な態度も世間を知らないがゆえ、どうか多めに見てやってほしい。いえ、僕は全然気にしてません。てか厄介払いじゃねえかよこれ。それになんだかわかります、その気持ち。僕もアンヤ王国でずっと城から出れずに過ごしてましたから。そうであったか。では同じ思いを持つ者としてつくよみのことをどうか頼んだぞ。まったく、フーガ様は過保護が過ぎる。私はもう大人なのだ。同行者など不要だと何度も。だがお前は夜に一人で外にも出れぬし、術を失敗したら泣き出すし心配でな。言うでない、あれこれ言うでない、フーガ様。なんか偉そうなのか。わかんねえなこいつの態度。ありがとうございます。フーガ様、僕たちはもう行きます。いろいろとお世話になりました。いや、礼には及ばん。気が向いたらいつでもこの地を訪ねるがよい。またいつか必ず会おう。八頭の神に選ばれし強き者よ。ということで、なんかどん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 仲間が増えていくな。もはや誰が誰だかわからんっていう、把握できない状況ですけれども、とりあえず第8章はこれで終了したいと思います。